シュラマル。ねえねえ、サキさん。あ、ユリアさん、こんにちは。あのさ、確かサキさんって動物園で働いてるよね。売店で働いてるとか言ってなかったっけ？うん、そうだよ。じゃあチケットちょうだい。あ、割引チケットのこと？違う違う、それは観光館とかに置いてあるじゃん。そうじゃなくて、普通に動物園のチケットちょうだいって言ってるの。はい？だって動物園で働いてるんだからチケットくらいタダでもらえるっしょ。そんなわけないでしょ。え？じゃあどうやって中に入ってんの？客としてじゃなく仕事で入ってるんだからお金かかるわけないじゃん。そんなのずるい。うちらはお金払わなきゃ入れないのにさ、タダで入れて給料までもらえるの？ずるみの極みじゃん。そう思うならユリアさんも働けばいいじゃん。うちバイトも正社員も募集してるのでどうぞ。はぁ？働くのなんか嫌に決まってるじゃん。ダメだ、話が通じない。こんにちは、私の名前はサキ。動物園の中にある売店で働いています。ユリアさんは自己中で有名な人、私を含めみんな距離を置いているのですが、時々こうやって目をつけられてしまうことがあります。まあ面倒で、あの人が懐かしいな。サキさん、明日ママ友旅行に行くんだって？いいえ、行きませんけど。そうやって嘘つこうとしても無駄だよ。だってナナちゃんママの手帳に旅行の日時とメンバー全部書いてあったから。いや、ちょっと待ってよ、人の手帳勝手に見るってどういうこと？ああ、この前公民館のキッズスペースで会ってさ、ナナちゃんが転んじゃったんだよね。もう超大泣きで、ナナちゃんママがそれをなだめてる間にカバンの中見ちゃったの。いやいや、ありえないでしょ。それ人として絶対にやっちゃダメでしょ。別に何か盗んだわけじゃないんだからよくない？じゃあ私何の犯罪したの？警察呼べば？ほらほら、どういう法律に違反したのか言ってみなさいよ。ユリアさんは勝手に人にカバン漁られていいの？人にやられるのは嫌だけど、自分がやるのは別にいいわよ。わあ、なんというジャイアン気質。とりあえず私もその旅行に一緒に行くから。もう明日だからキャンセルもできないでしょ。いやいや、困りますよ、そんないきなり言われても。いきなり行きたくなったんだから別にいいでしょ。あ、どこに行っても無駄だよ、絶対についていくから。ひぃー、なんなんだこの女は。とりあえず旅行のメンバーで話し合いました。本当は最寄り駅で待ち合わせをして電車に乗っていく予定だったのですが、それともみんなで車に乗って隣駅から電車に乗る、どうしようどうしようといろいろ考えていたのですが、とりあえず現地にいる友人に相談すると、ふんがががーと軽快な答えが返ってきたので、ユリアさんも連れていくことにしたんです。なんだ、旅行って言うから楽しみにしてたのに、こんなど田舎かよ。ゆっくりここでの生活を体験しようと思ってね。あれ、田舎体験とかってやつ？せっかくならテーマパークとかが良かったわ。まあまあ。しかも、なんで私だけ別の宿泊先なの？今日は予約がいっぱいで、当日の追加は無理なのよ。その代わり、私のお友達が家に泊めてくれるって言ってるんだから、そこで待っていてね。まあ、タダだからいいか。マジタダで旅行に便乗できていい気分。美味しい食べ物出てくるんでしょうね。あとはフンガー漬物パーティーをお楽しみください。言うの恥ずかしい。え？助けて、助けて。あら、ユリアさんどうしたの？そっちも楽しんでる？冗談じゃないわよ。晩御飯の後からずっと信代さんに漬物の話聞かされてるんだから。しかもフンガーフンガーって鼻息が荒いし、一体何なの？今トイレに逃げ込んできたけど、どうなってるのよ。あら、羨ましい。信代さんはお漬物を作る天才なんですよ。そんな信代さんから直々にお漬物の話が聞けるだなんてすごい。確かに漬物はめちゃくちゃ美味しいけど、だからといって永遠に漬物の話聞かされるなんてごめんだから。いい、なんかトイレの外からふんがふんが鼻息の音が聞こえてくる。あらあら、すごく楽しそうですね。こっちもこっちでママたちみんなで楽しんでますよ。私もそっちに行くから助けて。無理ですよ、もう閉館しているので、朝4時になるまでは外に出られないんです。はあ、嘘つき。嘘なんてついてませんよ。
だってここ観光館内にある宿泊コーナーだし、普通のホテルや旅館とはルールが違いますからね。それじゃ私たちはたくさん飲んで楽しみますので、ユリアさんも漬物パーティー楽しんでくださいね。いや助けて助けて。いや楽しそうですね。信代さんは以前少しだけ近所に住んでいたママ友です。ちょっとしたトラブルを起こしてしまったことをきっかけにこの限界集落に来たのですが、持ち前の明るさと漬物作りの腕が評判になり、今では田舎おこしに成功してしまったというすごい人なんです。ユリアさんのことを相談したら、大丈夫、漬物食べたら考えを変えてくれるわよ、ふんがーと心よく引き受けてくれました。おかげで私たちはゆっくりと楽しく過ごすことができましたよ。ふんがが、おはようですね。おはようございます、信代さん。やっぱりサキさんは私の言いたいことを分かってくれるのね。すごいわ、素晴らしいわ、天才だわ、ふんが。ありがとうございます。それでユリアさんはどうですか？今ね、朝ごはんを食べてるわよ。春キャベツのお漬物がすごく美味しいって涙流して喜んでくれてるの。あのユリアさんが涙？それがね、漬物の話をしすぎていたら朝になっていて、その間ずっと食べていなかったから相当お腹が空いていたみたいなの。悪いことをしてしまったわ。でも空腹って最高の調味料よね。美味しい美味しいって涙を流して食べてくれて、私ももらい泣きしちゃうわ。なんか信代さん、鼻詰まらせてません？さすがサキさんね。私今花粉症なのよ。なるほど。サキさんは今まで知り合ったお友達の中で一番私のことを理解してくれるのだわ。大好きよ、ふんが。ありがとうございます。サキさんは今日帰っちゃうのよね。そうですね、夕方には帰ります。なんかユリアさんはもう少し泊まっていきたいみたいよ。え？せっかくだから漬物作りを学んで帰りたいらしいの。こんなに美味しい漬物を家でも作れるようになりたいって。ふんがー、感動のふんがーしてる。漬物と自分を重ね合わせていろいろ考えたみたいよ、ふんがー。よくわからないけど、さすがは信代さんですね。お昼は漬物のフルコース出すから、サキさんたちうちに遊びに来てちょうだいね。ユリアさんは数日うちで預かるのだわ。はい、ありがとうございます。ふんがー、いっぱい漬物のお話をすればきっとわかってくれるわ。朝までふんがー漬物パーティーで全てオッケー、ふんがー。ということでお任せしたのですが、まさかこんな結果になるとは。ハイテンションな信代さんにふんがーされながら、長時間拘束されたユリアさん、そこから解放されて食べた食事がどうやら心を動かしたみたいです。旅行から帰って数日後、ユリアさんから驚きの連絡がありました。え？動物園の清掃ボランティアをやりたいって本当？そうなの、ボランティア募集してるよね。してるけど、どうしたの？あのね、信代さんが漬物作りを教えてくれたの。それでね、漬物作りには体力がいるから、家でゴロゴロしていないで外で働いて体力つけるといいよって。その方がお腹も空いて、より漬物も美味しくなるからって。そうだったんだ。でもどうしてボランティアなの？普通にバイトも募集してるけど。私今までたくさん迷惑をかけてきたって分かったから、だから何か周りの人に返していきたいなって。信代さんのお漬物みたいに味がある素敵な人になりたいな。信代さん一体どんな話をしたの？あのね、正直ユリアさんのこと自己中でちょっと苦手な人だって思ってたの。本当にごめんなさい、私も自分の嫌なところに気づいたわ。でもそうやって反省して前を向くって素晴らしいことだと思うよ。ふんがー、え、そっちも影響されてる？私頑張るから、素敵な人になるから、ふんがー。なんかよくわからないけど、これってハッピーエンドなの？その後、サキさんは私が働いている動物園で清掃ボランティアを始めました。最初は大変そうでしたが、やってみるとすごく楽しいらしいです。
人に迷惑をかけていた頃よりも感謝される今の方が楽しいと笑顔で話してくれました。そして漬物作りも勉強中らしく、美味しい漬物をお裾分けしてくれます。信代さんには本当に感謝。この間また大量の漬物を送ってくれたので、私もこっちの美味しいスイーツを送ろうと思います。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録、高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。